はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、グランドキリンですね。生ビール。梅雨のエキゾチック。爽やかにして不思議な奥行き。限定醸造。コリアンダーシード使用。本製品は、原材料にコリアンダーシードを使用しているため、日本の酒税法上は発泡酒に区分されます。あ、発泡酒みたいですね。まあ、厳密にはね。原材料が大麦麦芽と小麦麦芽とホップとコリアンダーシードと、コリアンダーシードですね。アルコール度数 5.5%。梅雨にゆっくりと味わえる、ブラボーホップの豊かな、爽やかな香りとスパイシーで不思議な余韻。複雑で、奥行きのある味わいのベルギービールを参考にしたベルジャンインスパイアードスタイルです。まあ、脳書きはいいんだよ、脳書きは。脳書きはいいんで。完璧。俺この泡が飲みたくないんだよね。泡、ビールの泡が嫌いなんですよ。なんかちょっと待つ。乾杯。あ、美味しいですね。まあ普通にうまいというか、あ、やばい。ちょっと苦味が、独特な、オレンジっぽい、オレンジの果皮のような苦味です。うん。まあ、コクは、あんまりないかな。うん。あんまりない。けど苦味が、割とある。感じ？うん。まあ、結構こういうね、ペールエール的なやつはあるんですけど。まあ、ペールエールに比べると、だいぶコクが弱いですね。数量限定。発売日が6月の6日。ですね。
まあ、梅雨ですよ。梅雨ね、今は梅雨ですから。うん。梅雨。うん。まあ、あんまり、東京は雨降らないですけどね。うん。まあ、そこそこ、美味しいか。うん、でもコクがないんだよな。うん。やっぱり、コクがないんで。うん、どうしても、こういうタイプって、ペールエールを、と比較しちゃうんだけど、明らかにペールエールの方がコクが強いんで。なんか、ってなっちゃうけど。まあでも、まあ暑い日には割とさっぱりした。ね。特にこの梅雨。梅雨ですから。まあさっぱりとした。まあ苦味のあり。苦味がある。苦味があってコクがあんまりない。さっぱりとしたビールもなかなか。いいかもしれないですね。ということで。まあまあまあ。まあまあまあ。そこそこ美味しいんじゃないですか。はい。3、3、2、4、4です。ご視聴ありがとうございました。